よし、さあ行こう、飛び島へ。いやーめっちゃ綺麗、ふう高い。いやー最高っすね。ちょっと寒いですけどね、昨日からぐらい寒の戻りで、うちの近所の山もですね、普通に雪が降ってるというような状況で、ね、今日も朝5度ぐらいで、昨日は2度でしたかね、最低気温、寒いですよね。もう別に普通に冬ですよね、もうそんな。いやー、それにしても綺麗。朝焼けもだいぶね、日は昇って時間経っちゃいましたけど、いや最高ですね。島、橋の上から見るこの朝日っていうのは本当やばいっすわ。今日はですね、飛島の方に久しぶりに行きたいと思いますね。前回2年ぐらい前かなに、呉の方まで行くのに飛島を使って行ったんですね。この世界の片隅に、あれを愛媛での公開を待ちきれずにですね、呉で見てやろうということで飛島使って呉まで行ったんですね。でその時に通って以来なんで約2年ぶりですね、飛島街道行かせてもらうので。前回はですね、もう本当通るだけ、時間も上映時間もありましたしね、猶予がなかったんで、もうなんていうんですか、急いで通るだけだったんで、ちょっと今回は、一つ一つの島見て回ろうかなと。 Z4 じゃん、前期型だね。さあ料金所です。料金所、あーリアブレーキの油が切れてねえな。おはようございます。あ、こっちか。これがめんどくせえよな、飛び島並みは。200円、チケットをね買えばね簡単なんですけどね。いやいや、おい車出てきた。あー下の島民のか。へえ、初めて見た。というわけで、もう2年前ですね、世界の片隅、この世界の片隅にか。いやあれをですね、あの映画をですね呉で見れたっていうのは本当に最高でしたね。この上ない人生に残る映画体験でしたね、本当に。まあいい映画ですよ。もっと今度ね、続編が出るらしいんでね、まあそちらの方も楽しみにしたいなと思っております。とりあえずですね、宗像港まで行って、大三島のですね宗像港まで行って、そこからフェリーに乗って岡村島の岡村港まで行きたいと思います。さあ、これがですね、大三島の海沿いを走るですね、県道何号線だったかな、23号、出てないな、どっか書いてあるっしょ、出てないわ標識。いいよねこの海に下っていく坂っていうのは最高だよね。ああ、この道めっちゃ好きなんですよね。もうちょっとね、海超綺麗。いやめっちゃ綺麗よ、海。あーこの景色とかいいよね。すごい、ほんと綺麗ここ。いやー綺麗、泊まりたい。泊まろっか。綺麗。いいっすよね、ほんとこういう道大好きだわ。海空、時間あるしちょっとだけ行ってみるか。海空ってなんだろうね。この道狭い。いやーちょっとだけね、店なのかな、これ車はきついな。ブロム用だわ、この道。
マジか。きつ、前転しそう、怖え。お、なんか良さそうな気配がするぞ。めちゃくちゃいい感じのところ、え、怖え。おお、いやー、めっちゃいいじゃん。めっちゃ綺麗だな。最高。いいね、めちゃくちゃ綺麗だわ。で、海空って何だったんだろうね、さっきの看板。はいはい、綺麗でした。秘密の場所って感じがするね。海空って何だったんだろうね、本当。ここなのかな、海空って。おお、ここだよ、ここだ、ここ最高だよね。いやー、いつ来てもいいね、ここは。写真じゃ分かんないんだよね、ここは。ここの道のこの面白さって。走ってみりゃすぐ分かるんだけどな。さてと、宗像着いた。岡村、よいしょ、どっからしょ、チケット買おうか。よいしょ、ありがとうございます。岡村とバイク125乗るとき渡せば、乗るときの、あ、了解です。さて、ちょっと休憩。さあ、来た来た、船来た。ふぅ、うんうん、さあ、ガバガバ接岸タイムや。いいね、めっちゃ上がるわ。船ってだけでなんでこんな楽しいんだろう。はい、どうもでーす。ほほー、はい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 、了解です。はい、どうも。いやー、上陸。お、久しぶりだな、岡村。どうしようかな、とりあえず一周しようか。
か。めっちゃキモい声で出たな、さっき俺。